今日晴れてよかったんですけど、今回ギャリー源さんから企画展をいただいて、人生縫ってきたぜと人生奏でていくぜってことで、僕あの制度でアートディレクターもしていて、いろんなことをずっとしてきたんですけど、まあ、今回はこのような展覧化させてもらって、縫うことといつもインスタレーションして着せるだけとか見せるだけのものしかしてきなかったんですが、ご縁があって科学士の3人と出会ったので、今回はあのあえてちょっと実験的なんですけど、まあ、実験的に今日本当にこんな熱くなってきてすみませんあのできたんですけど、今回そのいつもはあの彼らは能楽堂とかいろんなところで総楽とか演奏されてるんですけど、由緒正しい歴史を持ってる方々なので、まあ、僕は美術系の方の芸大で、彼らは音楽系の方の芸大にいたんですが、年齢も全然離れてるんですけど、ご縁があって出会った時に、なんかすごく彼らも、まあ、プロフェッショナルって言い方ですけど、 あまりこう僕も見たことがない楽器をやってる方々なので、何回かは展覧会でやらせてもらったんですけど、今回彼らはいつもは装束というすごく素敵なものをまとって演奏されるんですが、今回彼らはあえて僕の方で入ってみたいということなので、いつもとは真逆のものとして入れてみようかと思って、今回は実験的にさせてもらいました。で、小の三浦花さんと七力の三浦元則さんと流的の小木拓也くんで、今回3人が管楽器ということでしています。まあ、雅楽のことは僕が言うとちょっとボロが出てしまうのであの終わった後にお話聞いてもらったりしていってれば、あの彼らはすごくまだ若いんですが、あのしっかりお話ができるので、なんかこういう機会もあるとちょっとあの素敵なことかなと思って、まあ、僕は、まあ、現代っていう方ですけど、今の時代の、流行っていうわけじゃないですか、いろんなものを作ってと、彼らは今日、演奏されるのは一世紀前の曲を演奏されるっていうので、1000年前のものがここで奏でられるの面白いかなと思ってあのしているので、まあ、あえて今回はその僕はあの日本的な和のものとか着物とかもすごく、ジーンとかもすごく好きなんですけど、今回あえてガラッと変えて、蛍光三色で来ましたので、まあ今日は見て一目瞭然なのであの着てみてもらえ、見てもらえれば楽しんでください。あ、まだ間が持たないもうなんか24時間テレビみたいな今走ってる状態ですこの作品についてはいいですか。今回ここでやりたかったのはその場のマグマを作りたくて、結構衝動的に作り始めて、実はちょっとギャラリー流星の話したのはちょっと急なことだったんですけど、なんか夏に一気にちょっと作りたい衝動があったので、今回はこのスタイルでやったのを初めてですけど、こっちはガーッとして、この4色をこうどうマグマとして見えるかなと思うのがあったので、この空間にパッチリなところの前で演奏してもらうのはどう見えるかなってことは最初考えました。だからこの色から派生するカラーリングを合わせて3人に男性2人女性1人なので、そのカラーリングを合わせてどういうコーディネートした方が素敵かなとか、あと、今回は、今日はヘアメイクはあの弊社の資生堂のヘアメイクアーティストの渋沢さんというあ来ますけど、彼女に、3人に会うようにヘアスタイリングしてもらってしてるので、全部コーディネートしてしたいなと思って来ました。そこでなのであの、まあ、舞台が好きで、あ、そうですね、ちょっとまた余談なんですけど、舞台がすごく20歳もっとちっちゃい子見てて、やっぱりあのその装うものとか人を出させる仕事がクリエーションがしたいと思って続けてきて、最近はあのすごいラッキーに弊社の対談するサイトでは野田秀樹さんと対談させてもらったりとか、あと今年の夏は、ロザンヌの菅井まどかちゃんで賞を取った彼女のところで衣装をやった、あのまどかちゃんと出雲大社でやった経験があって、その先生から、発表会の10時間ぐらいの発表会のキッズの衣装を作ったりとか、なんかそういうことで結構着せることとか、あの演劇をされる方とか舞台人とか人をこうなんか僕なりに一緒になんかできることがあるものは一緒にやれたらなと思って、あの今会社の方とか仕事の方ではアートディレクションといってポスター作ったり CM 作ったりすることもしてるんですけど、自分の方はあえて
コスチュームを入れてその中で動かしていきたいなってことはこれからできればいろんな方とあのスキルがある方と一緒にどんどん実験的にできたらなと思って今日はこういう場を作らせてもらいました。終わっちゃったみたいな。全然違うんですけど、もうやばいぞこれ。もうあの全体みたいな。あのいろんなことをしていて、うちは気球カンパニーっていう事務所兼あの作品を展示している部分もあるんですけど、そこであの、アシスタントしている森さんなんですが、そこであの、まあ、さっきちょっと一部しかなかったですけど、ポップあの顔の DM 持ってたりとか、あ、あと、企画書を書いてるうちにこんなこともしてるんですけど、僕今似顔絵師もやっていて、結構これ企画書から始まったらいろんな人も書いてほしいということで、もう今何百人書いてるかわからないんですけど、明日から今日からですよね、5連休なんで、明日は久しぶりにあの気球カンパニーの方で似顔絵師をやるので、あのまだ何人かご予約できるのでよかったらあのご興味ある人いたら素敵にお書きします、写真でもお書きします。似顔絵はおかちますよ、おかち。
すいません、窮屈ながらありがとうございました。あのこの後お話し3人ともしていただいても全然構いませんので、今日はありがとうございました。すいません、ちょっとあのすごいこんなに来ていただいちゃって、ちょっと今日暑かったのですいません。ありがとうございます。